どうも、ルナノです。どうも、ルナノです。ウユンです。第2回。花電王。どういうこと？花電王といえば、それをメイクってパスでも当てるっていう。ああ、そういうことか。2年前か3年前に1回やったよ。2、3年前に1回やって、第2回にして最後。第2回にして最後。自信を持って適当に言ってるから、もう当てられるもんなら当ててみろっていう。まあ、そうやな。なるほど、なるほど。なんとかって時に、うん、何それってなって検索するんですけど、その単語出てこないよ。いやもう俺もほんまにあれ脳髄で、脳髄っていうか何、脊髄で言ってるから出てこいよって言われるもんね。だからなんだだって俺ら動画出してない方やけど、とはいえ8年やってるからね。ほんまに思い入れないもんそこに。一回もキャノンから案件来ず。この企画がもしかしたらキャノンの案件になったかもしれないんだ。一応お礼としてこの動画の概要欄にキャノンさんのサイトの URL 勝手に案件ね。勝手にです。というわけでやっていきたいと思います。メイクイットパスモアウィズ、これは入る It's better next。 はい、ということでじゃあ問題です。はい、こちら。あずあの花を、いや結構昔から引っ張ってきたな。もうあずと出会って5秒で即コラボ。イエーイ。ほんまにお互いちょっとツイッターで知っとるぐらいの状態ですけど、その状態でいきなりこうあずと文系のいる部屋に俺が突撃してそのままコラボするっていう前代未聞のギャルとビーバーの企画になっておると思うんですけども。というわけで今から東京行って、会っていきたいと思います。メイクトラスボビズ。あ、そういうことね。わあ、結構でもなんか落ち着いたテンション、落ち着いてるな、落ち着いたテンション。これさらっと系よね。確かにあっさりタイプ。メイクトラスボビズやからこの時の俺の気持ちになる。多分かなり短い。先にちょっとだからこれでアピールしとくな。俺惜しかったんやでアピール。まあ俺も当時のキーワードを入れたという。僕も当時の花さんのトレンドを取り入れた。はいはいはい。じゃあ答え。じゃあ念願から。メイキットパスボーイズ。進撃の俺。ああいいそういいそう。東京に突撃。途中に突撃するを。ああ。進撃の巨人呼んでたから。いやでもねこうです。はい。メイキットパスボーイズ。アズナス。いいそうやな。アズやからアズナスってやつ。あのコンビニやな。コンビニ、はいはいはい。まだ甘い。はいはい。花さん分かってないです。ああごめんごめん。何？メイクイットパッシブボーイズパオ。ああいいそういいそう。花さんの顔がめっちゃ大好きなんで。いや俺まだそっちゃそう。いや確かにな。ちょっとま負けたかもこれマジで。スライバー。はい、それでは回答を見てください。メイクイットパッシブボーイズ西アフリカ象の孫の子供のチンコ。パーン。おっしゃ。耐えた。いやー惜しい。いやーすげえお前。いやこいつだってあのこの世で一番鼻おでんがのこと好きだよ。やっぱお前すごい。一番好きなんやから。これでも脊髄で言っとらへんなこれ。言ってないな。もう完全に大脳で。では次の問題はこちらです。うわハンドスピナーと包丁でミキサー作ってみたら恐怖すぎた。いやーこれだいぶ古いぞお前。どんな企画やねんてか。最初メイキットパスク見ず俺でしたよね。あ俺初めて俺以外の言葉を言った。あ俺か俺以外かのパターンのね。俺以外か。風が聞こえる。いやいい時代やな。いやいい時代っすね。この YouTube どうもハルスペナワです。でハンドスピナーってもともと皆さん何のために使われてるか知ってますか。これハンドスピナーっていうのはもともと発祥はミキサーの下にライバーなんですよ。あれが元になってるんですよ、ハンドスピナーの。カイドスの無事だ。嘘だけどね。うん。というわけで今回はですね、ハンドスピナーで、ミキサー作ろうかなみたいな。というわけで。え？メイキビットパスのウィズマーで多分。だからそのままですよ、ね、だから切れへんかったという可能性ができるような。ちょっと一言気味なんかな。もうこうなってたもん、ね、この姿勢は結構重要やと思う。むずいわ、分からんわ。ほんまに分からん。ほんまに分からんこれ。じゃあお前からいきまーす、はい、ということで「メイケットマスボーイズ」「コリオリ」。あーいいぞ。辞典今よりも当時の方が言ってたワードな気がする。でもほら俺は、はい、メイケットマスボーイズシュピーン。ああそれも、いやそういう系ある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 。いやさっきの学びね。この構えで今からもうシュイーンってやりそう。やりそうやりそう。メイクイットパッシブボーイズ野菜生活。ああ花さんって直前の話に引っ張る傾向があるんで。確かにこの直前に何話してたかだけやからな、これほんまに。直接ミキサーはいかないですよ。もう一歩踏み込んで野菜生活。確かに。はい、では回答こちらです。というわけで
メイクイットベストボーイズハンドスピナーやばい、惜しい、俺書いてた。だからやっぱ原始的やな、やっぱり原始的、原始、目の前にあったやつを言っただけっていう、ひねらなかったんか、だからそう、だからひねり移動を覚えたんや、この辺り今ではもうトリプルアクセルもお手の物逆にもう歩きだと逆にはい、では次の問題はこちらですね。あった、これすんな、うわぁ、え、すんの、結構最近やね、これ、え、これ実はすんの友達みたいなやつじゃん。ハンダイセイの主張、あ、ここか、まあ、ハンダイセイといえばですね、まあ、世間のイメージではまあ、ネクラだとか人気が多いだとか、勉強がちょっとできるだけだとかね、そういう風にね、言われる、ちょっと肩身の狭い生き物であるということが言われてるわけです。確かに、はい、反対性、自由に好きなの前で吐いてもらって、それをクイズにしてまいりました。なるほど、なるほど、はい、自分の夢だったりとか、過去に秘密にしていたことだったり、昔白枠入ってたもん、密かな野望とか日々思っていることを何でもいいから言ってくださいっていう風に書いてあります。はい、では早速ね、メイクイットベストボーイズ、あ、これ、あーもうなんかやっぱすごい、やっぱ進化してるな、動きが。ちなみにこの問題は電眼です。それすらも覚えてない、覚えてない、きつー。俺多分な、300回に1回ぐらいしか言わへんから300回に1回ぐらいしか、やっぱ進化しいやでも、経験値の差があるから俺の方が愛なんじゃないか。じゃあ、行こうか。はい、メイクドバスボーイズ天馬、反対やから、反対やから、俺がこの企画をパッて見たら、まず反対性の企画、それをワンひねりだけしてテンバーなんだよ。うん、そう、いやでも俺はこれです。はい、メイクドバスボーイズ、お酒は二十歳になってからこれでも違う企画とかで言ってるから、はい、キムさん、僕メイクドバスボーイズ大阪ユニバーシティ、あー、まあ、いやでも、いやでもまだこの時それ話題になってないんちゃう。シンプルにもうこう言った、言ったって可能性ね、シンプルに、ね、反対から言った可能性もあります。いやこれを、これを言ってる電話ちょっと見たくないな。いや、まあそんな言うな。はい、では正解見ていただきましょう。メイクバスボーイズ、ネクランチャー、ドゥンドゥンドゥン、絶対分かる、絶対分かる、絶対分かる、分かるわけじゃない、絶対分かる。でもめちゃくちゃ堂々としたもんな、ネクランチャー、編集も、編集も言ってたあんた、もう言った今日1ミリもないもん、有効語大賞やろ、それすごい、なんかもう満足した、満足、満足感、満足感高すぎる、今の満足感高すぎる、当たるわけない、脂っとすぎるねんな、今ということで、続きましてはこちらですね。あー、練習についてこれね、あー、いやこれも気合い入ってる企画やから、そこそこちゃんといってそうな感じ。しかもこれファンミで決まった企画よね、確かに、うん、1日に1回練習率を桁加えてもらいます。それにマコ編集伴いかける50円、マコがめちゃくちゃ長い時間かけて、あの、花野さんに一生修正くらい続けて、なんかめっちゃ悩んでたもんな、ずっと。はい、難しい、難しい、ここ集合、あ、ログインボーナス、ログインボーナス、そう、毎日ログインボーナスで、あ、欠席したら、キム何欠席したら、次の日もお金ありません、ゼロ桁扱いになります。はい、ということで、メイクのバスボーイズ、あ、意外とシンプルにいってるな。だからいろいろなんか、アーオンのあれがある。これは分かったかも、覚えてるじゃないねんけど、その雰囲気で俺が言うやったらこう言うなっていう DNA が言ってくれてなんかこんなんやったんじゃないかっていうのを書いた、一旦これ当たってなかったら、もうどうしたらいい、これ当たってなかったらどうしよう、もう命絶つとか闇のゲーム発動、闇のゲーム、闇のゲーム発動。じゃあ行きますか、はい、行きます。メイクドバスボーイズ、パイ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 ピーみたいなやつ、なんかこんなやつ、マジでお前こんな、こんなやつ、こんなやつ、え、乗りていい、え、乗りていい。というわけで、メイクイットバスボーイズ、パイ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 ピーもう一緒一緒一緒、ピーっていう、そう、ピーだから、ピーって、はいはいはい、メイクイットバスボーイズ、パイ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 ポッポピもう一緒やん、マジで雰囲気、雰囲気、何この一瞬伝心、これ全員正解だったら終わる、ここで終わりたい。はい、ということで、メイクイットバスボーイズ、パイ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 、すげえ、すごい、すげえ、お前ら。ポッポッポピーや、ポッポッポピーです、すげえ、ポッポッポピーや、マジですごいぞ、ほら
ほら、えぇ、ほら、俺がだって一番外してるもん、どっちかというと。すごい、すげえな、ほんまにすごい。ということで、次が最後の問題になります。はい、24時間化合物生活。最近、最近やな、マジで。これ最近です。24時間化合物生活っていう、まあ以上ね、大体20種類ぐらいのメンバー化合物たち。メンバー代表メンバー。これメンバーない。ここからあの神セブンとか決めるまで。あ、なるほどね。なるほど、神セブン。まあ、これを食料として、まあ1日分の食事をね、取っていきたいと思います。なるほど。水は全人類欲しい。水だけは髪の毛エグい。前田敦子、髪の毛エグいこともでしたら、別にいる。あー、見たー。確かに確かに確かに、別分解で。まあ、というわけで、やっていきたいと思います。メンバーでの水。はい、いや、これ最近の方がなんか覚えてないな、もう。ちなみに今回ですね、3人のコンビプレイでした。ホンホンホンっていうので、なんでみんなで揃えて言ってほしいかなと。確かにな。分かった。いい、もう候補はあるね。多分これが花輪やろ。俺もあんで。いや、もうこれ一択、一択っていうか、なんかほんまにこれしかやってない。最初に花輪さんが何言うか予想して、それを聞いて玄関さんが何を予想したか予想した後、僕が何考えたか。確かに。みんなできます。というわけで、メガネマンノイズ、炭、水素、蜂。いや、俺も欲しい。ほら、ここ分かってる。炭酸、水素、ナトリウム。48かと思ったんだよ。俺は、炭、糖、類。いや、無理すぎる、これは無理。はい、じゃあ行こう。メガネマンノイズ、キサントとプロテイン反応。どっちかー、どっちかー。いやー、全然違うぞ。聞けたわ。お前らが間違ってる。